ばあちゃんです。今日はおばあちゃんのジムニーの紹介をしていきたいと思います。おばあちゃんのジムニー外見です。色はなんとかイエロー、派手ですよね。前なんですけれども、フロントの下のカバー、何カバーっていうのかな、それ、購入時に、ガードをしてもらいました。この時購入時に、下の部分、オイルの下とか。デフのとこなんかな、その辺の、カバーも一緒にしたかったのですが、お店の人に、山へ行く、奥さんが山へ行くのにぐらいではそんなの必要ないよって言われて、まあしないでおいたんですが、今だったらしておけばよかったなって思ってます。ダイヤは横浜ジオランダ AT を入っています。オートトレインですね。あと何もこれと言ってカスタムはしていません。車高もノーマルです。でルーフは竹で、黒竹でおばあちゃん作っちゃいました。こんな感じですね。後ろの荷台ですが、ぐちゃぐちゃ入っています。このここにあるボックスはもう外して、バケツとかで、なんだっけ、ゴムナイロン袋、あと軍手とかロープで、スコップで、スコップですね、折りたたみ式のスコップです。で、棒、傘つけてます。購入時にこのグリップ買ったのですが、つけてもらったのですが、高かったのでこうなんでこんなの買ってつけちゃいました。で、上のところもつけたので黒竹で、
パーを貼って、それで100均の防虫シート、防虫ネット、防虫ネットをここに貼りました。でこれも黒竹で、ここも黒竹でカバーしてます。これも100均の200円商品です。防虫ネットは、紐、綿紐で編んでいます。容器を入れているのと帽子がついている。あと何もしてないんですよね。荷物はこちら側に置くつもりです。で、3人乗ることがあるので、こちらのシートを上げて3人乗ります。で山へ行くことになっています。これかわいいでしょ。この中に何が入ってるか、お清めの塩です。これ銀のなんていうのかな、シートですね。あとはこれ味噌溶きです。後ろのカップホルダーがないので味噌溶きつけてますといったものはなく、助手席側は今日は仕事があったので倒して、ここでお昼寝をしています。それでこれはダイソーのティッシュカバーをこの首のところにつけてます。あとこれもダイソーで、シールを、30枚ほど貯めて3600円ぐらいでかな、買いました。この子がこの子と、この子は前者からいてます。フクロウさん、幸せを呼ぶフクロウさんにはこれ、ペットボトルとかを開けるための用具です。でこれもダイソーのプラスチックジョッキつけました。ドリンクホルダーの代わりにつけました。あとナビはつけてません。ラジオと CD だけです。他には何も変わったものはありませんね。サンバイダーをつけたのですが、ジムには窓が低いのかあまり意味がなく使えませんね。ちょっと位置を変えましょう。あ、これ、これお守り、弁天さんのお守りです。同様です。運転席側、これをホルダーっていうのかな、携帯をここに置いて
いつも撮影しています。100均でこっち側のが100均に、これも100均、100均2つを合体させてつけました。テープで貼ってます。あと何もありません。まあ単なるノーマルな感じですね。このドアを閉めた時に本当に時々ハンドアになっちゃうことが多いです。ちなみには座席が上がらないので、目の高さが低くなってしまうので、これで、高さ調整をしています。こうやって後ろに上げて重ねて座席を上げて寝てます。何も他にはないですね。首の枕ある程度ですね。まあ以上ですかね。またいろいろ考えていきたいと思います。今日はこれでおばあちゃんの車の紹介を終わります。また見てくださいね。家に向かいます。じゃあさようなら。また見てね。